独立法として富士山に次いで標高が高い御嶽山、多くの登山者信者が山頂から故郷の山を望んできましたが、2014年9月の噴火で絶たれました。今なお自宅に帰れない犠牲者の方々が眠る御嶽山、噴火直前まで楽しまれたであろう平穏な御嶽山山頂部の様子と展望を紹介し、犠牲者の方々のご冥福を心からお祈りしたいと思います。大滝口登山道を訪れたのは噴火6年前の9月初旬。大滝頂上まで2時間40分。大滝頂上から八丁ダルミを得て最高点剣ヶ峰に至る3時間15分の行程です。田野原から2時間20分で通過する9合目、紀勢火山の三笠山、田野原から2時間40分で通過する大滝頂上、剣ヶ峰まで35分、2014年9月27日11時52分、画面右下の地獄谷から噴煙が上がり、八丁ダルミから剣ヶ峰にいた方々の尊い命が奪われました。紀勢火山の三笠山を除くと最高点剣ヶ峰、多くの登山者信者が故郷の山を望んできた剣ヶ峰からの眺望、噴火6年前のこの日も
多くの山々が望めました。東北東に美しい花越しの浅間山海、浅間山右に立科山、八ヶ岳、南東に中央アルプス越しの南アルプス、富士山、南に大滝、奥の院、南足元に地獄谷、地獄谷奥に外輪山、ママハー岳、西北西に一の池、北に日本最高所の池、二の池、外輪山、マリシテン山とママコ岳、奥に北アルプス、最高点剣ヶ峰で犠牲者の方々のご冥福をお祈りする日が来ることを願ってやみません。